分がリードパンチを打つんですけども、相手がリードハンドで受けた場合、ドーンと打つんですけども、相手がリードハンドでさっとこう中心を守るような感じで打ってきたときには、そのまままっすぐ打ってます。しかしですね、相手がこっちに流してきたときですね、こっちに流してきたときに、こういうふうに行くのはちょっと好みじゃないですから、これに逆らわず、この動きに逆らわず、あるいはこっちにパーンと行けたときですね、ダーンと、こっちに流されたときはこっちの手で制して、こういうのを持ってます。自分がこう打とうとするんですけども、こっちでスッとこう受けられる。これが外側にダーンと払われる。こういうふうには起きませんから、こういうふうに。あるいは相手がこっち、外側に、外側からこういうふうに流します。これは、まず自分がですね、この手を制しながら入ります。で、相手が受けるんですけども、中心線を確保しながら受けますから、その場合は、こっちの手でこういうふうに、この手を制しながら、ダーンと入りますけども、中心線を守りながら手を受けてますから、自分は、こういうふうに。あるいはですね、相手が中心線をこうやって受けてますね。こういうふうにするのは、ちょっと不自然になる。不自然ですから、こういうふうに、自分が中心を左手で取って打ちます。あるいはですね、あと自分から攻める場合なんですけども、相手の前の手がですね、この辺にある場合、これをこのままいくとちょっと不自然ですから、これを制します。制しながらパッと言うんですけども、相手が受けますね。その場合、こういう風にいくとですね、すごく時間のロスになりますから、受けられた時、自分の手下にありますから、これですね、これが一番近いですから、こういうふうに言います。ところがですね、まあ、相手の手がこの辺にある場合、わざわざこうパスをしてもいいんですけども、このままパッといけばですね、それをパッと受けられた時、わざわざ今度は下を取る必要はないです。自分の顔面ですね、カバーしている手がここにある場合は、受かれる。で、今度はですね、相手が攻撃してくるときですね、こういうカウンターを取ったとき、自分の手は下にありますから、こういくよりも、こういった方が早いですね。ところが、今度相手が上を来た場合ですね、このときに下から行くと、また不自然ですから、この場合は上から行きます。